ん？朝なのか。朝を迎えたということは、どうやら最初の生贄は逃れたということらしい。ルーレットの目が幸運だったのか、我が努力の賜物なのか、区別のつかぬところが何とももどかしいが、それは言うまい。安っぽい生き物だな。人事を尽くして天命を待ちながら幸運を得られた時には、それが単なる幸運ではなく己の技量によるものだったとうぬぼれたくもなる。さて、ベアトリーチ、お前が取った六つの駒は何なのか。そして、次なる手はどう来るのか。楽しませてもらうぞ。私の守りは完璧だ。前回のような無様はさらさぬぞ。ふふ、おはようございます。いらっしゃいませんか。礼拝堂？ん？
ローザ様。ローザ様。おはようございます。待って。今行きます。おはようございます。早朝から申し訳ございません。何かあったの？はい。実は、礼拝堂に。申し訳ございません。普段はここへは立ち入りませんもので、いつ書かれたのかは分かりません。じゃあ最初に見つけたのは誰？はい、私です。食堂へお茶の道具の片付けに行きましたら、礼拝堂と書かれたメモがあったもので。誰の字？兄さんや姉さんの字ではないわね。それであなたはここへ来てこれを見つけたのね。はい。ローザ様、これを。何？ハッピーハロウィン4。一緒に寝てるはずよね。確認した。申し訳ございません。マリア様のお名前が書かれていたことには今気づきましたが、まだ確認しておりません。至急
何やってんのよ。私はマリアの様子を見てきます。それからクラウス兄さんたちにも知らせて、以後の対応の指示を受けて。はい、旦那様にご連絡申し上げようとしたのですが、お姿が見当たらず。奥様もお部屋におられません。シーツの様子からすると、昨夜はベッドに戻られていないのかもしれません。礼拝堂の中確認した。いえ、まだです。確認しようとしたのですが。実は礼拝堂の鍵は特別で、マスターキーに対応しておりません。一本だけある鍵でしか開けられないのですが、その鍵がキーボックスから紛失しているのです。入れる窓などがないか探してはみたのですが、もし中を確認するのでしたら窓を破らなければならないかと思います。いかがいたしましょう。そんな許可私に出せるわけがないわ。お父様の大切な礼拝堂なのよ。そんなことできないわよ。源氏さん、この鍵、ひょっとして礼拝堂の鍵ということを。これはどこに。はい、これが礼拝堂の鍵です。
いるの？ローザ様、あれを。兄さんたち、寝てるの？
救車、警察。嘘よ、警察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 。シャミンちゃん、お父様に連絡して指示を仰いでちょうだい。ゴーダさんはカノン君と一緒に行って警察に電話を。あと、ナージョー先生に来てもらう。いねえな。どこに行っちまったんだろうな。使用人室も厨房も空っぽだぜ。一体どうしちまったってんだ。弱ったね。バトラ君、本当にローザおばさんだったのかい？まあ、俺も寝ぼけてたから自信はねえんだが、明け方にローザおばさんが入ってきて、マリアの手提げカバンを漁ってるような気がしたんだよ。俺はてっきり、マリアの手提げに歯磨きのチューブでも入ってるんじゃないかなんて思って寝ぼけてて。なんで歯磨きのチューブがマリアの手提げに入ってるんだよ。寝ぼけて夢でも見たに決まってんぜ。黄金の魔女様の封筒か。中に何が入ってたんだろう。わからないね。でもあの封筒はおじい様が新書に使う後宮家の家紋の入ったものだった。親族会議と無関係なものが入っていたとは考えがたいね。ジョージの兄貴の言う通りなら、相当重要なものらしいが、しかし、そんな大事なものを、どうして魔女様はマリアに渡したんだろうな。ふぅ、さっぱりだぜ。
こえますとも。何かありましたか？南條先生だ。よかった。この島から僕たち以外が消えてしまったわけではないようだよ。南條先生、おはようございます。あの、すみませんが、うちの親たちとかどこに行ったか知りませんか？はて、私も今起きてこちらに来たばかりですからな。わかりかねますが、さて。誰かかけてくるぜ。ジェシカ、誰か来るぞ。何ですって？ローザさんが。はい、ご案内いたしますので、どうかご同行お願いいたします。わかりました。こちらへ。行ってみようぜ。うん。ママ、返して！マリアの手紙、返して！それは、黄金鏡への招待状なの！ダメ、見ちゃダメ、ジェシカちゃん、ダメ！母さん、父さん、何があったの？あるじゃねえかよ。命を奪うならそれで十分こと足りただろうがよ。なんだよこりゃ。わざわざ殺した後に椅子に座らせて腹裂いて歌詞をわざわざ中に詰め込んだってのかよ。なんだってそんな悪趣味なことをしやがるんだよ。チキショウ、チキショウ、やってくれやがるぜ。最高だよ、最高だよ。皆さんは外へ出られた方がいい。こんな姿を皆さんに見せたいなどと彼らが思うわけがありません。ローザさん、皆さんに言ってください。
こんなもの見続けては毒になる。野郎が、またかよ、またこんな殺人を。しかも今度もやたらと凝った最高にふざけた殺し方をしやがって。わらわはそんな嘆きより感謝の言葉が聞きたかったぞ。感謝、感謝と言ったか、このクソババてめえ、耳がイカれてやがるってんなら俺が両の耳を引き裂いてよく聞こえるようにしてやるぜ。なんで俺がこの最高にイカれた殺し方にありがとうございますベアトリーチェ様なんて言わなければならねえんだ。ぶっ殺してやる。前回のゲームでお前は自分の親の死に顔が見られないと嘆いたな。だから残したぞ。しっかり残した。よく拝んでおけ。間違いなく父親たちが殺されたことを。そうのかよ、そいつはサービス満点だぜ。気に入った。俺はてめえの息の根を止めたら顔面耕してやろうと誓ってたが、そいつは取り消してやるぜ。てめえの腹渡を引きずり出してやる。感情に任せて思考を止めるな。すでにわらわのゲームは始まっておるのだぞ。わらわは今回はきれいに死体を残すことに決めた。なぜだかわかるか。前回のゲームはそなたがわらわの存在を否定するとき、こう考えて否定したであろう。それは顔面が潰され遺体の身元が確認できない。だから身代わりの死体を用意してアリバイを作った可能性が否定できない。その可能性が排除できない限り人間犯人説は維持できる。なんだと。さあバトラー、男女に検視を任せてよいのか。ミステリーの古典では検視の医者がグルというのが伝統なのだろう。なら南條に検視を任せるな。そなたが自らするがよい。間違いなく6人の死体が当人で、死んだふりなどでなく本当の本当に死んでいることを十分に確認するがいい。お前の父親が、母親が腹を裂かれて臓物を引きずり出されて殺されていることを、腹に手を入れてその手触りで確認するがいい。泣かれ、チキショー、チキショー、泣かれぞ俺は。これだけの上等を決めやがった野郎に借りはがっちり返させていただくぜ。なら行く時じゃねえ、自分のすべきことを考えろ。ああダメだぜ、全然ダメだ。涙を流す暇があったら考えろ。涙腺なんか緩ませる時じゃねえ。僕たちが泣いてる。
起こってしまった現実は変わらない。じゃあどうすりゃいいんだ。じゃあ父さんと母さんのために何をすればいいんだよ。ローザ様、戻りました。ゴーダさん、警察はどうでしたか。多様の指示はいつ頃来られそうだと言っていましたか。それが電話が故障のようでして、非常用の無線機も試してはみたのですが、その天候のせいでしょうか、こちらも通じず。なんですって。じゃあ警察に連絡がつかないということなの。あいつだ。あいつが電話線とかに細工して警察に電話ができないようにしたんだ。キロの余地なんかねえぜ。全てが分かってる。そうだと分かる。父さんと母さんを殺したのは誰だ。決まってるぜ、あいつだ。昨日来たとかいう魔女様に決まってる。襟首ひねり上げてやるぜ。畜生畜生畜生。ジェシカちゃん、お待ちなさい。ゴーダさん、カノ君、行って。お嬢様、お待ちを。誰にも招かれなかった客人、ベアトリーチェが犯人なのか。ジェシカの気持ちもわかる。そう思い込みたい気持ちは俺にもある。誰でもいいから犯人ってことにして横っ面をぶっ飛ばしてやりたい気持ちがある。だがその前にはっきりと理解する必要がある。ベアトリーチェって何者なんだ。俺は顔すら見てねえぜ。顔ならお屋敷に大きな肖像画で飾られてたよ。あれだけ見てまだ覚えられないのかな。なんだよマリア、こんな状況で何がおかしいよ。ベアトリーチェは魔女なんだよ。そして黄金鏡の扉を開くための儀式がいよいよ始まったの。この6人はその生贄なんだよ。さあさあ始まるよ、魔女の宴が。今宵はハロウィン。魔女たちが今こそ祝い集う。マリア、その気持ち悪い声で笑うのをやめなさいっていつも言ってるでしょ。
これはおじい様の封筒。ってことは、それは俺たち宛てってことじゃねえのか。親父たちが読んだものだったなら開封されてるはずだぞ。その推理は正解のようだよ。書いてある。残されし者たちへって書いてあるよ。それは犯人が残した手紙なの。中身。兄貴、開けようぜ。読むよ。六軒島へようこそ。後ろ宮家の皆様方、私は金蔵様にお仕えしております当家顧問錬金術師のベアトリーチェと申します。契約だ。黄金の利子は命だったのかよ。そんなの待て、悪魔の契約じゃねえかよ。それで魔女気取りってわけか。狙わせやがるぜ。特別条項、ただし隠された契約の黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利をすべて永遠に放棄しなければならない。黄金の隠し場所については、すでに金蔵様が私の肖像画の下に碑文にて公示されております。つまりこういうことだね。もしこの殺人が利子の回収行為だというなら、それを止める条件として、おじい様に与えた隠し黄金を探し出してみろと、こう言ってるんだよ。そしてその秘密は例の肖像画の碑文に隠されているとも言ってる。つまりこいつは魔女様の挑戦状ってわけか。黄金の隠し場所を記した暗号文を解けるものなら解いてみろと。そしてそれができなきゃ利子の回収をこの後も着々と進めていきますと、そう言ってやがるわけか。ぶっ殺してやる。上等だ。バトラ君、これ。お菓子の箱じゃねえぞ。本物だ。こりゃ本物の金塊だ。片翼のわしの紋章が刻印されてる。前に母さんが話してたのを聞いた。これはおじい様の黄金伝説の金塊だよ。これが本当に純度49のインゴットだったなら、6000万円くらいの価値はある。バカ野郎、安すぎる。俺たちの親が6人も殺されて、そこに積まれた黄金がたったの6000万円だと。バカにするんじゃねえ。さあ始まったね、ベアトリーチェ。
どうせこの謎は誰にも解けないよ。だから絶対にベアとの勝ち。早く黄金鏡への扉を開いて、そしてマリアを連れてって。